こんにちは。オペラ演出家の鶴屋根津子です。今日もドイツからお送りしています。今日はですね、2回に分けてドレスの所作のお話をしようと思います。じゃじゃーん、私今日こんなドレスを着ています。皆さんね、コンサートとか、今ちょうどね春になりまして、デビューリサイタルとか、結構シーズンじゃないかなと思うんですけれども、でそういう時にねやっぱり素敵なドレスを着ますよね。でその時に、ね、どういう風にドレスをねさばけばいいのか、歩けばいいのか、お辞儀をすればいいのかっていうのをね、ちょっと何回かに分けてお話ししていきたいと思いますので、よかったらね最後までお聞きください。チャンネル登録もぜひぜひぜひお願いいたします。では行きます。立ち方なんですけども、基本的なところからいきたいと思います。まずですね、日本人って結構巻き肩って言って肩がこういう風に入っている人が多いので、肩を、正しい位置に戻します。で、こう見ていただくと分かるんですけど、肩をぐるぐる回してですね、それでこう後ろにストンと落とす感じで、ここのね、首が長くなるイメージです。ここの肩から顎までのこの幅をですね、ちょっと広げる感じで、肩の位置を持ってくると、綺麗に立てると思います。はい、それからですね、私の立ち方っていう動画でもお話ししているんですけれども、この骨盤がですね、ゲッチリにならないように、ここの仙骨を地球の中心に向かってグッと刺すような感じで、お腹をここちょっと入れてですね、でお腹のささらをしっかりするとこの辺がリラックスして、胸のあたりがね開く感じになると思います。で堂々としてですね、立つっていうことが非常に大事になりますので、ちょっと不安だなって思うとここがね入ってきて、この胸あたりもこう締まる感じがあると思うんですけども、こうなってしまうと支えもしっかりしなくて息が入らなくて、どん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 息がこう支えが入らなくて胸まで苦しいという状態になってしまうと思いますので、肩を上げる、ここを開く、で、お腹をグッと上げて、仙骨の方を下に下げるということで、この辺をしっかりですね、支えてですね、この辺はリラックス広げるという形で立ちます。はい、よくですね、私も日本にいた時に教わったのは、中で蹴って歩きなさいとかですね、こうちょっと膝を曲げて感じでこう上げて歩きなさいっていうのね、よく私も教わったんですけれども、ヨーロッパではそういうことをしている人はいないです。本当にいないです。で、普通に歩けばいいって言われるんですけど、ただ普通に歩くっていうのがヨーロッパ人と日本人とちょっと違うんですね。日本人っていうのは基本的に着物文化なので、歩く時に着物の中っていうのはこういうふうに内回るっていうふうにこう内股で歩くことが多いと思うんですね。で、ヨーロッパ人は基本的にバレエみたいにですね、バレエは外っていうふうに歩いていくので、外向きにちょっと歩くようにすると、スカートが中に巻かれないで歩けるようになります。で本当にちょっとしたことなんですけれども、ちょっとそういうふうにしてやってみてください。ではですね、ちょっとですね、足の裏、スカートの中実は、男性のタイツを履いているので、ちょっと足をちょっとお見せします。はい、ですね、歩き方なんですけれども、歩くときに内側に歩くように、普段のスカート履いているときにどうしても日本人って内側にこう入りやすいんですけど、こうじゃなくて外向きに、足がですね30度ぐらい、ずれる感じでこういう風に歩いていきます。そうするとまっすぐ歩けると、足を蹴る必要もなく、スカートが中に巻かれることもなく、綺麗に歩けていきます。はい、もう一度お見せするとこういう風に歩く感じになります。もう一度お見せするとこういう風に歩きます。ということで、今日の動画はいかがだったでしょうか。ちょっとねこんなドレスで、今日は遊んでみました。個人レッスンとか、セミプライベートクラスもしておりますので、皆さんねお気軽にまずはねお声をおかけください。ではまた皆さん。